小野とゆうやのほのぼろ有益ラジオ番外編、わー、どうも鉄棒綿棒チーボーです。よろしくお願いします。憧れのラジオ DJ ですよ。嬉しいな。さあさて、ゲストを紹介していきましょうか。まずゆうやさんお願いします。あ、はい、逆から読んでも名字が石井の石井ゆうやです。おおそしてこちらさゆりさん、なんか一個入れないとダメだこれ。巷じゃさゆりんごって呼ばれてます、小野さゆりです。おお、ほんまね、今日は来てくれてありがとう、2人。いや呼んでくださってありがとうございます、ちーぼさん。嬉しいわ、今日は。もうずっと聞いてたんで、ちーぼさんのラジオ。ほんまに？はい、もうずっとファンだったんですよ、昔から。ほんまに？うん。夢でしたよ。ほんまに？地元の友達にもね、みんな今日出るんですって言って、そうなん、絶対聞くわってみんな言ってはりましたよ。あ、嘘やん。さあ、さあ。まあでもな、2人最近忙しいんちゃう？まあまあぼちぼちでんな。さゆりんごはどうですか、最近仕事は。さゆりんごまあまあ、でもまあ仕事があるっていうのはありがたいなと思って、そんな忙しいだなんてね、うん、まあそれ多いわ、うん、あ、まあちょっとフリートーク得意じゃないんで、どうしましょうどうしましょうって聞いてきて、今日はね2人に素敵な2人とコーナーがあるんよ。タイトルコールいきましょう、せーの。知らんタイトル知らん。せーの、オーノいつもやってるやつだった。はい、そうなんです。ここからはですね、皆さんのやらかしてしまったなオーノーだなというエピソードを募集するコーナーになってます。皆さんのやらかしてしまったなというエピソードを聞いて、やらかしているのは私だけじゃないんだなと、私たちの自己肯定感を上げちゃおうぜっていうコーナーです。いつもさゆりんごがやってるやつだ。はい、そうですね。今日は私が仕切るんで、そう早速今日はたくさんチームが仕切ってます。さて、行きますよ。楽しみですよ、うん、まだまだどんなエピソード来てんのかね。はい、ラジオネームヤギ姉さんです。アジアンファッションゆえのうっかりミスがあります。へ、車や走行中や信号で止まっていると、運転している私になぜかいろんな方々が手を振ってきたり指を指してきたりします。なんで？私って人気者なんって思って目的地に着くと、なんとスカートがドアに挟まって走行してしまいました。アジアンファッションはダブっとしていて布が多めなので、よくやらかしてしまうんですよ、とのことですどうよゆうたん。でも最近多いですよね、そういうアジアンファッションというか、やっぱり海外からね、そういう、ね、トレンドとかも入ってきて、でこう、あ、ついついドアに挟まっちゃったななんていう方も多いんちゃいますかね。せやね、うん、まあ、チーボー姉さんはそれないですか。ちょっとパッとは思い浮かばないんですけどまあそういうのはありますよね。チーボー姉さんはどういうファッションいつもされてるんですか。ちょっとまあ私はあんまり親が送ってくれた服着てるんでちょっとこだわりはないですね。こだわりない。31歳ですけど、親が送ってくれた服を着てるんでちょっとよくわからないですね。さゆりんごはどうですか。さゆりんごよく挟めてる。でも指刺されたことない。ナチュラルに挟めてるから。あ、やっぱうまさがあんのかね、うん、そこでもなんか大胆に挟めてんだろうね、うん、もっとうまく挟めないと、うん、布の範囲が広いんだよ。これは何でしたっけ、解決するんですかね。解決策はじゃあ次に行きましょう続いてオーノーのラジオネームハリケーン小柳さんです。僕は焼肉の食べ放題に一人で行くタイプの人間です。わかるわ。いつも
いつも全メニューを制覇したいといういつも全メニューを制覇したいという意気込みで広いテーブルで料理をたくさん並べて食べてしまうんですよ。そんな中で早く急いであまり肉を焼きながらノールックでご飯お茶碗を取ろうとしたところ、手を伸ばした先にはなんと石焼きビビンバでしたわ。あーと声を上げてしまいましたが、そこにいるのはおじさん一人。え、わからんね、わからん、わからんよ。痛みより恥ずかしさが勝ちました。早くこの場から立ち去りたいけど、食べ放題の時間は残り50分。せやな、いつもあっという間に終わる食べ放題なんですが、その日は無限に感じましたとのことです。あれ、姉さんのシチュエーションがよくわかんないです。姉さん、あれどういう状況だか説明してもらっていいですか。わかるわ。あの食べ放題の時に、うん、あの手を伸ばした先にね、石焼きビビンバがあったんですよ。で、あちーってなったそうなんですね。だからあれよ、分かった、私は分かったよ、うん、私は分かった。だから、姉さん分かってないみたいなだからあちーってなりましたっていう話ですねそうですだから気をつけましょうっていうお茶碗を取ろうとしたら間違って石焼きビビンバの石焼きのとこ お器を触っちゃって、あっちーってなっちゃったっていう王のエピソードよ。あ、でそこにいたのがおっさん一人やった、うん、自分一人だったと思う。これは恥ずかしい方が勝っちゃったわって話や。あ、せやな、せやね、そういうことやね、うん、せやな。あ、姉さんどうですかこのエピソード。まあな、ありますね。でも、まあ、気をつけましょうねっていう、はい。だからあの昔ちっちゃい時に、お母ちゃん後ろにいるかなと思って、ずっとわわわわ喋ってたら後ろお母さんおらんくて知らんおっちゃんいたみたいなありませんでした？ありますね。ね、友達後ろいるかなと思ったらおらんくて、おらんのかいみたいなね。おらんのかいでちょっと恥ずかしいね。そう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 。そういうことやね。それと同じような感じでしょうね。はい、じゃあ次いきます。ラジオネーム淡々と行くん。ナナママさんです。横浜で美容師のアシスタントをしていた頃、アシスタント1年目は駅前で美容師のチラシを一日中配るというのも仕事のうちだったのですが、夏の暑い日、午後3時ごろ、少しトイレ休憩にと駅中のトイレに行ったんですって。はぁ、と気づくとスマホの時計は夜の7時。え、何が起きたのか一瞬全く分からず完全にやってしまいましたわ。スマホには鬼のような美容室からの着信が。うわ、あのまさかのトイレで私は爆睡していたのです私は急いで美容室に戻り土下座の勢いで謝りました。そやな、朝練と夜練で寝不足だったのかなと優しい先輩方のフォローが心に刺さりまくりましたわとのことです姉さん回して、まあ、これね、どう思いますか。あ、ね、考えただけでうーってなりますね。寝坊とかあります、ゆうたんは。寝坊はありますね、年末年始 の、 あのニュース勤務の時に11時出社の日に11時半に起きてしまったことが、おーまずいと思ってね、スウェットで返していきました。うわー、怖いねそれは。でも年末年始やから人が周りにいなかったんちゃうかい。みんな会社で箱根駅伝見てて、誰も俺が遅れてることに気がついてなかった。セーフやね、よかったね。あ、そうか。さゆりんごはどうですか。さゆりんごね、あの大幅な遅刻したことないよ。あ、偉いね。だからそのトイレで寝ちゃうっていうのは才能やな。お前な、でも朝練と夜練で寝不足で、あのだったのかなっていう優しい先輩がいたので心が刺さりまくりましたと。どうなんですか、はい、あの姉さんはこういうの やったことあるんですか。まあね、昔あります、遅刻ってね。でそれですごく反省しますよね。学生じゃないんやぞっていうの言葉心に刺さりました
皆さんもいつの話ですか。まあまあまあ社会人2年目ぐらいの時に、はい、まあね、それでみんな大きくなってきますよね、うん、じゃあ姉さんがこう伝えたいこう若い社員の皆さんへのメッセージとかあります？ほんまに、まあね、ちゃんと目覚ましかけて寝やーってせやな、せやな、せやな。さゆりんごはさ、いつもやらかすけどさ、やらかしちゃったエピソードを聞いて自己肯定感は上がりました？今日は爆上がりやな。ほんまに？うん、よかった。全部私がやらんようなものばかりやから、とても自己肯定感上がったわ。ほんまに、うん、あのさゆりんごの自己肯定感、もしこれで上がらへんかったら上げようと思って、私ゲーム考えてはしたい。ゲーム？でもいらへんね、これは。いらへん。やるか、やろう。ハイテンショントウモロコシゲームっていうのを考えてきたんやけど。怖いよ。けどもこれでいらへんね、さゆりんご。いや、やろうやろうやるよ。いらへんね。やろうよ。で、自己肯定感上がったんでしょ、だって。ハイテンショントウモロコシゲームで。上がってないな。もっと上げてもらおうと思ったけど、うん、まあでも一応ルールだけはちょっと説明しておくと。聞いてから考えるわ。トウモロコシっていうワードを、まあ、トウモロコシからどんどんあの回してってテンション上げていくみたいな。トウモロコシ、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 トウモロコシみたいな。で、あの、限界まで行った人が、勝ちっていう。あの、やらないですって。カンペが今出ました。しっかり。しっかり、カンペが出ましたわ。あ、そうですか。そろそろ終わりの時間じゃないか。まあまあまあ、そうですね。まあ、お開きにしましょうか。うん、そして、お知らせ文言を読みます。番組では、皆さんからのメールを受け付けております。番外編のトークテーマやラジオのダメ出し、コーナーのアイデアなど何でも送ってきてくださいね。コーナーへの投稿はメールの件名にコーナー名を明記してください。メールの宛先はすべて小文字で podcast@fct.jp です。そして番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています。概要欄の URL からチェックしてみてくださいね。番組の感想もお待ちしております。投稿はすべてひらがなでハッシュタグおゆらじでお願いします。公式ツイッターのフォローもお待ちしておりますとのことです。最後に姉さん、はい、一言一言ブラボー。みんなおゆらじ聞くのはええけどはよねえよー。バイバーイ。以上、ここまで番外編は井上姉さんの回しでお伝えしました。次回からは私と小野さんで行います。ブラボーでしたね、井上さん。ブラボーでした。ありがとうございます。言わないかい。言わんのかい。ああ、クリアったんですね。